はい、ゲロッチョンです。はい、ということで、はい、今回はですね、こちらですね、こちらわかりますか？ゲロッチョンが今持ってるのは何か。はい、そうです、ウリボーちゃんです。ウリボーね、今回は購入してきました。ということでね、今回ね、このウリボー半額なんですね。もうこっちからここからも見えると思うんですけども、色がね、だいぶ変わっております。このウリボーの半額をね、購入してきたんですが、この半額でも美味しくいただけるのかどうかね、今からね、食べてみたいと思います。はい、こちらがね、今回購入してきたウリボーですね。これはどこで購入してきたかと言いますと、丸宮製鋼というスーパーで購入してきております。そして販売価格は、普段の販売価格はこちらですね、680円の半額ですね。ということは340円ですね。340円でゲロッチョンを購入してきております。そして色もね、このようにね、感じでね、なってしまって、ちょっとね、押さえるとグニュグニュグニュなんですね。これをね、まずね、半額で販売していたので、ゲロッチョンは美味しく食べれるのかということで、今回は購入してきたので、今からね、切っていきたいと思います。いや、今切ってんけど、めっちゃうまそうやで、これ。ほら。この、見て。こんなにね、傷んどったのに、表が傷んでたのに、中がね、今、見たらすごい綺麗。ぐにゅぐにゅかなと思ったんですけども、見て。こんなに綺麗。美味しいんちゃうかな。よし。ということでね、ちょっとね、バサッと切っていきましょう。おー。見て、ほら、すげえ綺麗よ、ほら、見える？ほら、めっちゃ綺麗。ね、だいぶね、外に傷んでたんやけど、ほら、横から見ても、ほら、見える、この傷んでないの分かりますよね、ほら、ぐじゅぐじゅになってない。ね、綺麗な状態。こう、ちょっと持とうかな、ほら、すげえツヤもあって、美味しそう。外見はね、すごくね、茶色になってグニュグニュやってんけど、中も傷んでるかなと思ったんやけども、全然ね、傷んでないね。これ3割引きでもいけるんじゃない？うん、いっぺんね、一応ね、でもね、食べてみないとわからないと思います。ということで、今からね、ちょっとね、食べていきたいと思います。はい、今ね、準備ができましたので、今からね、食べてみたいと思います。はい、こんな感じ。めっちゃうまそうでしょ。ほらめっちゃうまそうね。これを今からね、食べていきたいと思います。では早速、ちょっとね、種をね、あるんで、まず種のない端っこからいこうかね。行こう。はい、あー、先に皆さんにどうぞ。はい、ではね、はい、ではね、いただきたいと思います。おー、今年初。見て、傷んでなさそうでしょ。ほら、全然ね。じゃあ、いただきます。では、いただきます。
うん、めっちゃうまい。甘いはすごい、めっちゃうまい。いや、ちょっとね、あの甘みもね、なくてぐにゅっとしてるんかなと思ったんやけど、そうでない。うん、めっちゃうまい。あれ多分ね、これ熟してるんよ少し。うん、だからね、普段のこのウリ坊よりも甘みがね非常にある。おいしい。おお、いただきやす。あお、水分もすごくいいぐらいにある。そして甘みも結構ねあって、そしてあのシャキシャキ感もねちゃんとありますわ。これがね、あの傷んだ3割引きのウリ坊とはね思いません。これね、黙ってね、あのお店に出したら、あの本来の値段で請求できると思う。分かれへん。美味しいわ。いけますよ。よし。じゃあ、いただきます。うん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 。聞こえる？このシャキシャキ感。うまい。ということで、これね、はい、はい、こちら、はい、こちらね、3割引きのあの傷んだウリ坊を今ね食べてみたんですけども、すごくね美味しかったです。これ甘みもあって非常にねいいと思います。こう見ようかな、ほら、甘みもあってね非常に美味しかったです。だからね、あの3割引きであんなに傷んでるからね、あの、まずいちゃうかなーってね、思われるんですけども、今回はこのように切って食べてみたらね、非常にね美味しかったです。だから甘みがね、あの普段の、 あの新鮮なウリ坊ゲロッチョも食べたことあるんですけども、その時の味に比べたら非常に甘くなってます。そしてシャキシャキ感も、あの新鮮な時のシャキシャキ感よりはちょっと衰えますけども、シャキシャキ感は残ってます。だから比べへんかったら絶対分からずに、このまま出しても、あの普段のね値段で取れると思いますよ。うん、ということで今回は3割引きのウリ坊をね、あの食べてみました。ということで、またね、いろいろなものもね、あの購入してちょっと食べてみて感想をね言うたりもしていこうかなと思っております。まあそれだけじゃなくてね、いろいろなね動画もね上げていきますんで、あの皆さんのあの気に入ったね動画だけでよろしいので、見ていただければありがたいと思います。では今回ね、こちら3割引きのマルセイコスーパーマルセイコね、マルミヤやね、スーパーマルミヤセイコ、え、ちょっと忘れたわ。ということで、まあちょっとね、あのマルミヤセイコさんのホームページがあったら貼っときたいと思います。ということで、こういう感じでね、美味しくいただきましたんで、ありがとうございます。ではね、また、いろいろなものをな、チャレンジしていきたいと思います。では、またね、バイバイ。